マーグです。おはようございます。ウランです。エアです。マユメです。はい、というわけで、いい女です。いい女です。すいません、本当になんか。どうしようって、なんかいい女がにじみ出ちゃいそうだったので、うん、今日はすっぴんでお届けしています。はい、なので、なんかすっぴんで動画撮るなんてって思うかもしれないんですけど、それはあえて、そうです。故意的にすっぴんでやってるので、まあ、そこはご了承ください。はい、ということで、まあ、今日の企画なんですけど、まあ、エアちゃんから、ちょっとなんか最近、いい女になりたいっていう話を、なんか相談されたらしいんですよ、大城さんが。はいはい、なるほど。でちょっと話聞いてくれやみたいな、いやちょっと聞いてやろうと思って、ちょっとエアさんのいい女って何なのっていう、エアが言う、私が言ういい女、うん、まず仕事をこなせる、はいはいはい、そして品がある、ここ結構一番大事なんですよ、品のある女性で、なんかまあ高根の花のような存在に思わせる男の人にらしいですけど、まあその本当のいい女なんてなんなんっていう、分かんないじゃないですか、うん、まあ、そのいいって思うところって人それぞれだし、ということで本日の企画、いい女選手権、というわけで、私たちこの撮影が終わり次第大きい撮影がないんですよ、まあ、言えてしまえばオフみたいな感じだったんですけど、明日丸1日ありますね、うん、自分が思ういい女として生きてほしいと思います。わかりますか。はい、1日過ごしてみますので、はい、皆さんはそのいい女を1日見た後でコメント欄の方に誰がいい女だったかをちょっと投票していただけたらなと思います。まあ、前に夏休み選手権みたいな、うん、誰が一番夏休み満喫できてたかっていう動画をね撮ったことがあるんですけど、そんな感じでもう全体見てもらって、うん、コメントをちょっといただけたらなと思います、うん、それで参考にしよう今後。それで多い人がいい女認定、そうしましょう。それ以外はいい女とは言えない名乗れないです、はい、で今はみんないい女としてにじみ出ちゃうからすっぴんでいるわけなんですけど、そうそう、あのいい女って認定された人のみすっぴんで出ることができるっていう。あ、なるほど。じゃ困っちゃうじゃん、ね、そうなんですよ。いい女にならないといけないんですけど、多分ならないんですよ。なんであの前回もほぼ投票入らずプールとか頑張ったのにさ、なんかエアちゃんに一番みたいな、うんうん、あれスイカ食べてたし、うん、うちも食ってたんだけどみたいな頑張るあったんですけど、いい女ってどんなのかなってちょっと今日一日考えてみて、はい、明日過ごしてみたいと思います、はい、なので皆さんもしっかり最初から最後までご覧ください、はい、というわけで早速やっていきましょう。せーの、マグネ、おはようございます。めいめいことあさめめいです。今日はいい女の日ということです。まずいい女って何なんだろうっていうのをちょっと昨日から考えてたんですけど、まあ、私なりにこれがいい女かなみたいな、まあ、そういう感じで生きていこうと思ってます。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでですね、パックをしてみました。朝パック、私あんまりパックってしないんですよ。なんかちょっと髪の毛とかつくのだるいなって思って、なんか本当に全然ないんですけど、いい女ってことでメイクのり良くなるんじゃないかなと思って朝パックしてみました。はい、何年かぶりに。今回使ったパックはこちら、ミノンの美白ミルクマスクです。私これミノンの乳液使ってて、でなんかだいぶ前に買ったやつがちょっと見つかったんで使ってみました。皆さんパックは化粧水を塗って肌を整えた後にやりましょう。なんか普通にね、あの顔がちょっとむくみすぎている、なんでちょっとむくみ取らないと。肩とか回したらむくみ取れるかな。はい、皆様おはようございます。いい女選手権第1弾イエーイってな感じで、本日はいい女選手権の方やっていきたい、選手権だっけ、まあやっていきたいなって思います。まずあのまあ朝起きてシャワーの方は先に浴びさせていただきました。さすがになんか寝癖
で出るのはいい女じゃないなっていうことで髪の毛の方をちゃんと整えさせていただきました。で本当はメイクして出るつもりだったんですけれども、とりあえず一回スッピンの状態で出ようと思い今に至ります。じゃあコーヒーの方あと入れさせていただきました。いただきます。まあいい女は朝起きてからフルーツ食べるんですよ多分。私普通のキウイ頼んだんですけど、はい、ヨーグルト入ってる。でこちらグレープフルーツのヨーグルト、あれヨーグルトのやつなんて頼んだっけ。まあいいや食べよう。いい女は文句言わない。はい、ということでですね、私の朝ごはんじゃあフルーツになります。はい、それではいただきます。ただ今ねめっちゃお腹空いてんの。生理当日日なんですけどまだ来てないです。だからすごくお腹が空いてます。甘っこのグレープフルーツ。しかもこのグレープフルーツっていうところチョイスいいと思いません？いい女はグレープフルーツを食べるんです。皆さんが思ういい女ってどんな女ですか？私はなんでいい女になりたいかって言ったら、結局のところそういう女性に惹かれちゃうんですよね。女の人も男の人も自立してる女の人とか、あとはいい女、清潔感がある。てかそもそもその例えば一日休みとかなったとして別に外に出かけるわけじゃなく家の中で過ごすとしてもちゃんとパジャマから服に着替えそうじゃない？どう思いますか皆さん。パジャマで一日過ごさなそう。マジで今日はちゃんといい女目指す。これ食べたらメイクする。私今日どこにも出かけないんですよ。出かけないけどまずいい女は休みの日でもメイクしてそうだなって感じ。ではメイクします。私は分かった。はい、おはようございます。おはようございます。フランです。トトです。ということで今日はいい女の一日ということなんですけれども、まあ、トちゃんもいい女だからね、9ヶ月とはいえどいい女です。というわけで今日はまあ私の中でいい女の休日はやっぱ美容に気を使っているんじゃないかなと思いまして、まあ、昨日私トリートメントとヘッドスパ行ってきたんですけど、これ寝起きでこれですよ。寝癖一個もない。でまあ今日はネイルを変えるのとあと松葉と眉毛の方を整えに行こうかなと思っているんですよ。その2つが必ず入っているんですけど、まあ、その間にもちょっと朝ごはんは、まあ、お家で、まあ、ヘルシーなものを食べて、まあ、お昼ごはんっていうか、まあ、なんかな、まあ、ブランチみたいな、なんか、なんて、まあ、ブランチじゃない、なんていうんですか、おやつ、うん、まあ、なんかお外で食べようかなと思ってて、あと今日はちょっともう一つ行かなきゃいけないところがあったりして、ちょっと忙しい休日にはなるんですけれども、私普段休日メイクしないんですけど、まあ、今日なんとなくしてみようかな。休日に、うん、メイクするっていうのは何年ぶりかなっていうぐらいなんですけど、今からメイクしていきたいと思います。で今材料ちょっとウーバーしているので、ウーバーが次第朝ごはんを作って食べていこうかなと思ってます。ではちょっとメイクの方していきたいなって思います。私が思うできる女、芸能人で言ったら、女優さんで言ったら米倉涼子さんがすごく、まあ、私から見てすごくいい女、かつなんか憧れましたよね。私もああいう女性になりたいです。わかる？なんかさ、品があってさ、でなんかなんだろうな、自立しててで清潔感あって、だってもう足組んでる姿さえ綺麗じゃない？思わない？オッケー。ファンデーションで、フランとアシャミ何やってんだろうね。フランは美容デーって言ってたか。アシャミ何してんだろうな。私はちゃんと化粧してるよ。なんか眉毛うまくいかない時ってなんかもう全部がうまくいかなくなった気がしない？どんだけアイメイクがうまくいってもさ、眉毛がなんか太かったり細かったり。もう少しで誕生日なんですけど、多分これ公開されてる頃は誕生25歳になってるんですけど、なんか25歳ってさ大人じゃない？なんか怖い。自分がどんどん年を取っていってそれに追いついてないのがすごく怖い。もうさ、嫌ですか、死んじゃいますとか言わないんですよね、いい女って。
でも許してください、私生理前なんで、ちょっとした時にイライラしちゃう。いい女はやっぱ料理作るじゃないですか、自炊なんで、今日はそのウーバーとか使わずに自炊しようと思います。ちょっと最近ね、うどんにハマってんの私。だからちょっとうどんを作る、ぶち込むだけなんですけど、ね、まあそれも料理に入りますよね。はい、てな感じでメイクの方を進めていきたいと思います。続いてメイクの方をしていきたいと思います。今日これといった予定というのはないんですけど、でもまあメイクをして自分に自信を持とうよっていうことでメイクします。メイクすると気分上がりますから、私はそんな大した用ない時とか、一人で出かけるだけの時もメイクしますね、割とね。あ、ちなみにメイクしなくても日焼け止めは絶対塗ってます。家の中にいても紫外線は入ってきます。特に曇りの日、油断してると日焼けします。なのでしっかりと日焼け対策してください。いい女理論ってなんか結構繰り広げられてるじゃないですか、論争が。何がいい女なんだみたいな。いい女、昨日も調べたけど何かなって思って、なんか大体その男の人目線が多かったのね。男の人から見たいい女はこれだみたいな、なんかちょっと違うなと思って。なんかいい女っていうのはやっぱその振り回されない、何事にも自分を持ってる女の人なんじゃないかなって思ったわけですよ。なのでその男の人の前ではこうあるのがいい女とかあるけど、まあ私は自分に自信が持ててればいい女なんじゃないかなって思います。結構人によっていい女のさ思ってる基準って違うじゃないですか。私はやっぱね、振り回されない女、自立してる女の人がいい女なんじゃないかなと思ってます。はい、ということでメイクとヘアセットまでやりました。普段家から出ない日にわざわざヘアセットもメイクもしないですけど、まあ、メイクはする時もありますけど、今日はどっちもやりました。やっぱ自分が一番テンションが上がる自分でいようっていうことで、まあ今日はいい女風のねイメージでやりました。でなんか普段基本家にずっといる時はもう部屋着のまんまだる着なんですけど、今日はちょっとねちゃんと着替えもしました。下も履きました、ズボン。いつもはね動きやすさと快適さ重視で短パン短いやつ履いて着圧すごく咲いてるんですけど、もう今ちゃんとこれで外にも出られるぐらいの服です。はい、ではメイクしていきます。こちらまずウォン・ジョンヨモイストアップレディスキンマスク、こちら部分用シートマスクとなっておりますが、こちらはですねももちゃんがイメージモデルをやってて、 TWICE の専属メイクさんが作ったコスメで、その発表会にメイメイと行ったんですけど、ももちゃんいたんです。その時可愛かったし、テレビで見てる人だって感じだったね。これをちょっと貼って水分補給します。で今日も下地とパウダーはウォン・ジョンヨのやつを使っていきます。で私はこういう空き時間に携帯をいじって皆さんのリプとかを見るようにしています。なんか最近季節の変わり目なのか肌荒れがすごくひどいんですよ。やばいよね、やばい。ちょっと待って、なにこれちょっと待って、はい戻ってきました。顔白って思ってるよね。うん、私も思ってるよ。てか唇まで濡れちゃったから唇が白。なんか普段さ休日とかも特に一人で出かけることってほぼなくて、なんか出かける予定があるなら誰かと行くし、基本お家にいるからこんな一人で化粧して外に出るなんて久々すぎますね。私は基本目の周りはキラキラしてるんですけど、全体にというよりか目の上だけにやるとこうなんかこういう目、こういう目わかります？うちが黒目ね、
こういう目になる気がしてる。私リップの色めっちゃいいんですよね。完成。マジでさ、トリートメントした次の日だから、本当にこれマジで何も、朝起きて前髪止めただけよ、顔洗ってた時にだけで、こんなツリツリなの。今日ちょっと天気悪そうなんでストレートでいきます。どうせ帽子かぶるしね。で、アイロンはリファを使ってます。前髪を整えます。で、まず前髪もう適当ですけど、ちょっと長くなってきたから。で、ここのさ、あ、ここか、こういうところってさ、こうやって巻くとさ、内側になっちゃったりするじゃないですか。で、どうやったらいいんだろうと思ったら、メイクさんが言ってたんだけど、こう持って外側にこうやって流すんだって。そうするとほら、綺麗にあのこの顔に沿ってのラインになってくる。自分でこうやったりとかこうやって回すより、挟んで前にスライドさせると綺麗にこうなるの。 OK、 みんなこっちも一緒、こう挟みます。挟んで前に前にヒューってこう、よっしゃせーってドア開ける感じね。ウィーンってわかるかな。挟んで前にやるとほら綺麗にこうね、顔に沿ってクリーンってなってくれるので、皆さんやってみて。もうむずい、これカメラ見ながらこんな感じで前髪完成。うちエラー自分のことは自分で褒めていたんだね。あとはちょっと熱加えるだけでいいです。はい、では今からご飯を作っていきたいと思います。はい、ということでメイクも終わり、着替えも終わりました。やばい、さすがにいい女すぎる。こんな感じです。これワンピース、ここにスリット入ってる、いい女でしょ。はい、そんな感じで、まあいい女ということで、お腹が空いたのでご飯を作っていこうかなと思います。そんな感じでちょっとうどんを食べようと思います。千鳥だしゆず塩鍋、千鳥ってのかな、これこのプチッと鍋のこれをゆずスープを使って鍋を作るんです。これマジうまい。でネギとかめっちゃ入れる。うどんはこれがおすすめ。岩庭っていうのかな、これが一番おいしい。これもストックしてある。私の大好きなおネギたち、これを入れます。ネギってマジうまくね。じゃあちょっと食パンを先にいただきます。いただきます。うーん、いい女は立って食事するかな。うんふんうんふん、うん、うどんはねこんな感じ、大量のネギたち。それではいただきます。うん、見て、いい女だからキャンドルとか置いてみたり、テーブルの上に。私が思ういい女はなんかスーパーで長ネギを買ってる女。わかる、通りすがった時とかさ、袋から長ネギが出ちゃってるあたり、あ、いい女だなって思ってみちゃう。見てよこれ、月見じゃなくてなんだこれ、半熟。うーん、うんふーん。昨日鍋したんですけど、それの残りにあのキノコ類をぶち込んでキノコスープを作りたいと思います。いい感じ。見れば全部入れちゃう。いや、ツナあるのにツナ買っちゃった。へ、お茶目、そんなとこもお茶目。このパイナップルがうますぎるんだよ。こせー、はい、じゃじゃーん、サラダ。でドレッシングよね、ドレッシング。ごま油とお醤油、ちょっと中華風にします。今日はちょっとニンニク酢入れて、塩コショウ入れて終わり。辛いのが好きな人はここにラー油を入れても美味しいです。はい、というわけでご飯ができました。サラダとキノコスープが
はい、わーすごい、なんていうことでしょう、なんていうことでしょうっていうくらいすごくいいご飯にしちゃった。いただきます。きのこいっぱいスープ、豆板醤でちょっと辛くします。うまっ、豆板醤ってめっちゃうまっ。うまいでさ、 TikTok とかで一日の食事みたいな載せてる人いるけど、足りんのっていう量の人いるよね。朝はバナナとスムージー、夜は何プロテインみたいな、毎日それって思って、うんうんうん、絶対無理よ。いい女の一日って言われてなかったら全然ラーメン食べに行きたかったもんね。で、ネイルも変えるんですけど、これもうやばくないの、ベビーって1ヶ月ぐらいなんですけど、爪ってすごい成長すんのね。これを外して透明にしてきます。ラファーファの撮影があるので透明にします。てなわけで、じゃあ今からまだ時間はあるけど、一旦ネイルに行ってきたいと思います。行ってきます。プリーズチャンネル登録。それでは今からご飯の方を作ります。やっぱ自炊しようかなみたいな、いいものってことです。で、今日はなんかずっと作りたいなって思ってた担々スープみたいなやつを作ります。あ、この前そういえば実家帰った時にママと一緒にご飯作りました。豚汁とあとね、ナスじゃない、レンコンと肉挟んだやつみたいな、美味しかった。サーモン漬け丼も作ります。サーモンユッケ的な。もやしちゃん、最近もやし好き。鍋とかでももやし絶対入れたい。てかもやしだけでいいかもぐらい。もやしと肉団子。このサーモンさ、ふるさと納税でマジで多分3ヶ月ぐらい待った、リアルに。忘れた頃に届いた。でもめっちゃ美味しそうな。パンペチ、じゃじゃーん、本日のご飯です。ちょっとラー油垂らしました。これめっちゃ美味しそうじゃない。残ったやつはお醤油で食べます。それではいただきます。まずはスープから。うん、美味しい。うますぎておもろい。久々にこれスタメンになりそう。メインのご飯、なんか私ハマったらなんか同じものずっと食べ続ける習性あって、一時期はサーモン丼めっちゃハマってほぼ毎日ウーバーしてたし、その他にも納豆ハマったり、あの6ピースのチーズにハマったり、チキンにハマったり、キンパにハマったり、こんにゃくゼリーにハマったりとかいろいろしてたんですよ。ちょっと次はこれになりそう。で、このサーモンいただきます。うん、うますぎる。めっちゃ美味しい。味濃くて、やっぱ私味濃いのが好きなんですよね。濃い味派、なんでも。だからお好み焼きとか大好きなの、ああいう味濃いの。このスープは最後にラー油入れたんですけど、そのラー油がいっちゃうまい。最近ふるさと納税でなんか焼肉、いいとこのなんかお肉セットみたいなやつ頼んだんですよ。で、それが届いて結構量があったの。なんかトモ三角とイチボとランプとみたいな、なんかそういういろんな部位の焼肉屋さんみたいなやつ。そういうのって別に一人で焼肉やってもいいけど、まあさすがに一人の量じゃないなぐらいの結構大規模なやつが届いたんですよ。なんで誰かそれ一緒にやりましょう、私と焼肉。めっちゃ美味しそうだったの。てか絶対美味しいので、今結構それに冷凍庫が侵食されてて、
その肉自体はまあ来年ぐらいまで期限あるんですけど、ちょっと早めに使っちゃいたいなみたいな。なんで一緒に私と焼肉やりたい人いたら LINE してください。お願いします。うますぎる。さすがに。はい、ということで、ご飯食べ終わりました。ごちそうさまでした。やっぱ自炊すると、まあいい女になった気がするよね。そんなような気がする。別に料理しなくてもいい女はいい女なんですけど、さらにいい女になったよって。やばい、マジでめっちゃ美味しかった。私今からおしゃれにこちらの本の方を読んでいきたいなと思います。ちょっとキャンドルの方を焚かせていただきます。じゃあ本の方を読んでいきたいと思います。ちなみにこれ初めて読む、初めて、まだ読んでないの。電話が鳴った。内線電話だった。16階のエレベーターホールにある館内電話からだ。私のまあ夢だったんですよ、ホテルマンって。多分分かる人いると思うんですけど、中学からの夢がずっとホテルマンだったんですよ。でなんでってよく言われるんですけど、なんか魅力的なお仕事だからっていつも答えます。ホテルでもディズニーのさ連携してるホテルあるじゃん、そういうところのホテルマンになりたかったんですよね。私もしなんか一つ仕事できるなら、体験できるなら、私はホテルマンをやってみたいです。ぜひなんかうちのホテル使っていいよみたいな、職業体験やりなよっていう方もしいたらぜひお願いします。まあでも私がこうやって本を読んでても皆さんつまらないだと思うので、違うことします。ちょっと充電変えます。はい、てなわけでメールが終わりました。透明です。で本当はテラスとかでちょっとお茶しようかなって思ったんですけど、ちょっと雨が降りそうということなので、一旦甘いものだけを買ってお家に帰りたいと思います。お家でちょっとティータイムしていきたいと思います。やばい、めっちゃ短くなった。超長かったのに。撮影期間はこれで過ごします。ではお家でティータイムだお。はい、帰ってきました。じゃじゃーん、透明ネイル。2週間ぐらいは透明にしなきゃいけなくて、で私なんかわかんないけど急激にビアードパパ食べたすぎて、でもねなかったの近くにビアードパパで、ウーバーしたらみたいな、みんなにツイッターで呼びかけたらウーバーしたって言われたんだけど、ウーバーもないんですよ。しかも雨降ってるし。なんでファミマでシュークリーム買ってきました。食べていきます。シュークリームって反対で食べた方がいいんだって、出てこないらしいから。本当はねクッキーシューが食べたかったんだけど。いただきます。あねえ、下から出た。ねえ、あれこうじゃなくてこうやって食べたら出ないんじゃないの。最悪、どこがいい女だよ。こんな景色披露したと思ったら全然頭から出てきたんだけど、まあ甘いもん食べたらしょっぱいもん食べたくなるじゃないですか。人間ってそういう人間なんですよ。だからこちら、じゃじゃじゃーん、用意がいいこと。帰ってくる間にウーバーしておきました。うん、やば、甘いもん食べた後すぐに食べるポテトめっちゃうまいかも。ちょっと聞いてほしいのが、なんか昨日から膝痛くて、なんか膝ねじったったの。こう多分足がこうなってる時に体を外にひねったから、この膝だけ外に向けちゃったのね。そしたら膝痛くなっちゃって、今もネイル行くの超大変だったの。めっちゃスローペースで歩いて、ちょっと歩き回るのしんどい。めっちゃさ病院行けってみんなにも言われてんだけど、行くわ病院ってぐらいちょっと諦めモード。 いつもならなんか自然に治るんじゃないって思うんだけど、なんか普通に痛い。マツパだけは本当明日撮影だからさ、やっときたいから、もうギリギリまでタクシー寄せてもらって歩く距離を縮めていきたいと思います。だからね、ガニ股で歩くと痛くないの、内股になると痛くなる。てなわけでこの後はマツパに行きたいと思います。マツパの様子は動画撮れるのでお楽しみに。バイバイ。はい、っていうことで、いい女の私はもう食べたらすぐ片付けしたいと思います。
片付けが大事じゃないですか、料理って。私いつも普段だったらその使えるお皿がなくならない限り洗い物しないとかいうことも多々あるので、今日はいい女意識で早く洗います。私コップがうち4つあるんですよ。でコップをね、その毎日新しくコップ出すんですけど、その4つがなくなったら洗い物するっていうのが今までの私でした。まあでも最近は料理たまにするから、料理したやつはさすがにね早めに片付けるけど、さっきご飯食べたらもううんこ出た。すっきり。最近あんまり便秘してないかも。私は割と便秘しがちな人なんですけど、最近調子いい。完璧じゃない、洗い物までしちゃって私って天才。 OK。 はい、ということでですね、片付けも終わったということで、今から読書をしたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで夜ご飯を作っていきたいと思います。イエーイ。なんかさ、調子乗って半袖着てさ、冷房つけてたらめっちゃ寒くて暖房に切り替えた。そして買ったものがこちらです。え、豚バラだよね、買ったやつ。なんか豚肉肩ロース焼肉よ。おーい、ちげえじゃねえかよ。ちょっと待ってくれよ。え、おい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 、嘘だろ。これでどうやって作るの。マジか。え、どうする。え、なんでこれしかなかったの。にしてもさ、なんかちょっと量少なくね。いや無理だ、これは無理。それか、待って、いいこと考えたかもしれない。麻婆茄子。でも茄子がないのね。これさ、茄子だったら確実に届くよね。茄子にしよっかな。あー、ショック。まあいいや、なんか麻婆茄子みたいな、麻婆茄子の気分になった。あ、ちょっとローソンストアを見よう。ねえ待って、ここナスないとかある。だってねえ、豚バラ、あるわ、豚バラ、豚バラ。いやもう豚バラウーバーしよう、もうそれが早い。はい、豚バラをウーバーします。はい、ということでお肉が届きました。イエーイ。はい、じゃあこちらを使ってミルフィーユ鍋を作っていきたいと思います。思いのほか結構時間かかった。やっぱいい女はね、いつどんな時だって自炊を欠かさないと思うので、私はそれを見習って今後ともやっていきたいなって思います。あとや、唐揚げ作ってみたいんだよね。ママ見てる？これ唐揚げの作り方教えて。こんな感じ。やばい、できる女感半端ねえやん。もうムキムキだよこんなん。うわ待って、やらかした。これ2022年3月16、今2022年10月7日。ねえ、もうしっかりしようよ。終わった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 。もうやだ、何もうまくいかない。やっぱ頼めばよかったんだよ。ちゃんとさ見ろよな、冷蔵庫見た時に。ポン酢あったじゃねえよ。本気で生きてんじゃねえかよ、クソが。さあ終わった終わった。どうすんですか、何食べんですか、何で食べたらいいんですかって。ちょっとまあ青じそで一回食べてみたいと思います。私が続いて読む本、こちら20代で得た知見。これだいぶ前に買って途中まで読んでたんですけど、なんかその途中でまた違う本読んだりしてたら、これが読み終わってないということに気づいたので読んでいきたいと思います。だからしおりが挟まってる、うちらの写真の。メイがコンビニで印刷したやつ。やっぱ読書っていうのはいいですね。メイいつからだ、小学生の時から小説読むのめっちゃ好きでいろんなの読んでたんですけど、また最近読んでるよっていうね話でした。
この本を何かの動画で一回読んでるってちらっと言ったら、同じの読みますって言ってくれた方がたくさんいて嬉しかったです。みんなも読んでみてください。意外となんかね、スマホいじってる時間を読書に当てるのってめっちゃいいなと思って。やっぱスマホ、この現代は情報社会なんで SNS とかにとらわれがちなんですけど、その時間を本を読むことによって教養も深まるっていう、デジタルデトックス必要なんで、携帯はね電源を切ってみたりとか、ちょっと遠いところに置いてみたりとか。私は寝る前はその仕事の LINE、 仕事関係の方からの LINE と、あとまあグループ LINE、 仕事のグループ LINE 以外は通知切ったりしてます。仕事の LINE をね見逃すとちょっとまずいこともあるので、それだけは通知をつけています。すいません、なんか私がこの本を読んでる映像、別に皆さんにとっては面白くないと思いますけれども、まあちょっと早送りでもお付き合いください。というわけで最終目的、松葉にやってまいりました。うわ、うるさいね。友達が松葉とか眉毛サロンをやっていて、いつもそこにお世話になってるので、今日もそこに行ってきたいと思います。うどん、ここです。お友達にやってもらえるので気軽に行けます。さあ、メンテナンスの最終はここで終わりよ。やっほー、お願いします。トイレ行く？行かない、はい、じゃじゃん。なんて読むんだっけ？円です。円です。こんな感じ、おしゃれだろう。イエーイ。いい女になるための一日撮ってんの。あ、そうなんや。うん。の、そうそうそう、やっぱいい女は休日は美容に回すのかなっていう。うん、確かに。そう、大事やな。そう、だからボサボサ眉毛にしてきた。ありがとう。先生やんな。うん。ここのいいとこは個室っていうとこね。イエイ。そう、他はさ、やっぱねカーテンだけで仕切られてたりとかするとさ、確かに。うっすら。結構あるからね。見えるもんな。うん。でもやられてたから見るの初めてじゃない？多分、ね、うちもだ、いつももうこの時点で寝始めてるから。うちこの松葉と眉毛の時間ほぼ寝てるよね。うん、お休みやな。で起こされんの、もう終わったよって。じゃあ出来上がり楽しみにしててください。ちょっと今いい女がどういうものか調べてみたいと思います。いい女ってどんな女性だと思いますか？ 1. ブレない人。 2. 包容力がある。 3. 誰にでも平等。 4. 気遣いができる。いい女、でもさ、やっぱ男性目線だね、いい女って。大変な状況でも笑顔を忘れないって、ふざけんな。ずっとやっぱさ、ずっと笑顔でいるってこと？それはちょっときついよね。結婚するならこんな子、男性がいい女だなと感じる瞬間。気が利く、人に優しくできる、恥じらいや素直さがある、美味しい料理が作れる。普通げんな、お前も料理しろ。やばい、こんな文句ばっか言ってたらいい女に近づけないわ私は。ということで、ちょっとこれも私が、まあ、いい女になろうと思って始めたわけじゃないんですけど、まあ、大人としてこれできたらいいなって思って始めたペン字、なんかの動画でも一回チラッと言ったんですけど、そのペン字を最近全然やってなかったんで、それちょっと進めようかなと思います。やっぱ大人として、まあ、字書く機会ってそんなに多くないんですけど、まあそういう時に綺麗な字が書けたら、まあ、やっぱいいじゃないですか。ということでペン字やっていきたいと思います。てか本当にマジ 1,2 ページくらいしかやってない、ハマってますとか言って調子乗って 1,2 ページしかやってないんですけど、続きをやりますね。やばい、 1,2 ページとか言ったけど1ページもやってなかった、ウケる。これがなんか3週間ペン字レッスンってやつなんですよ。字を丁寧に書くっていうことは大切ですよ皆さん。だからもうメイはね、習字とかが上手い人、
すごい憧れる。ということで、まあ、皆さんにとってこの映像、すっごいつまんない映像になり下がってしまっているなっていう、まあ、自覚があるんで、私がただ文字書いてるだけで文字も見えないということで、ちょっと一回カメラを切って集中してやります。ここまでしかやってなかったんですよ、私1日目の。なんでこっち側はね、ちょっとやっていきたいと思います。眉毛が終わりまして、続いて松葉です。私が寝る時間爆睡する時間です。起きたら終わってるから。だってこれもう目開かなくなったら寝ろってことじゃん確かに。てかみんな寝る？お客さん起きてる？あ、でも寝てる人が多いな。初め喋っててもやっぱりだんだん、あ、寝たなってなる。そうそうそうで、そろそろ目開かなくなるんで閉じます。バイバイプリーズチャンネル登録。出来上がり。いい女すぎる。え、合うかな。あ、美味しそう。わかんないでかけてんだけど、これ待って。あ、びっくりした。これまで賞味期限切れてたかと思った。いただきます。あ、美味しそう。合うかな。あ、美味しそう。あ、美味しそうか。あ、うまうまい。革命が起きている。はい、てな感じでですね、皆様、本日は私のいい女、なんだっけ、忘れちゃった。まあそういういい女的なやつですよね。そうした皆さん、なんか私的には結構、まあ、いい女っていうのはその朝に時間がある。まずそれは結構大事。なんかできる女の人はなんかその慌てて朝準備とかしてないなっていう感じですね。まあ、できるだけなるべく自炊をする人が、まあ、できる女なのかな、いい女なのかなって思いました。なのでまあ、そっちの方がね、なんかなんだろう、男性の胃袋もゲットできちゃうし、まあ、その練習にもなりますから、すごくなんか私はいい経験ができたなって思います。はい、私はまあちょっとずつ、全部は一気に変えることできないんで、ちょっとずつなんかいい女に近づいていきたいなと思いました。まあ、上品とかはそういうのはもともと持ってるものなんで、別にそこはいいかなって感じで。で、家庭的な女、あそこですね。これからいっぱいたくさん料理の方をあちらのキッチンで作っていって、いろんな男どもの胃袋をゲットしていきたいなって思いますそう、あとはまあなんか私、趣味っていう趣味があんまないんで、なんかまあ趣味探しをしていきたいなって思いますね。はい、ぜひ皆様もなんかいい女を目指して一緒に頑張りましょう。皆様ぜひ私に投票をよろしくお願いします。私はまあこんなにもいい女を世界中の人に広められたらいいなって思います。そして何度も言いますが、あ、こんないい女いたんだって今頃気づいた男どもも、私のインスタの DM にぜひ来てください。はい、それでは皆様ありがとうございました。バイバーイ。はい、ということで終わりました。じゃじゃーん。すごい、30分ぐらいやってた。これめっちゃ目シャボシャボする。大変ですわね、これやるのも。結構いい勉強になりました。眠。はい、ということで私のいい女の一日これにて終了となります。で、最後に今日この撮影をしているのが10月17日なんですよ。で、明日がエアさんの誕生日ということで、私がこの一人でね、家で動画を回すときハッピーバースデーの歌、今日誕生日の人に向けてっていう風に歌ってるんですけど、今日はエアに歌いたいと思います。動画公開してる時にはもう誕生日過ぎてるんですけど、まあでも撮影日は誕生日の前の日ということで、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエア、ハッピーバースデートゥーユー。
ということで、皆さん今日の一日いかがだったでしょうか。これは誰が一番いい女だったかなっていう投票するということですので、まあ、ぜひ皆さん投票のほどよろしくお願いいたします。まあ、私の、まあ、推したいポイントとしてはやっぱいい女にふさわしいこの前髪、そこがやっぱ今日の一番の推しポイントかなと思います。私はちょっとおでこを出すのは基本 NG だったんですけど、まあ、今日いい女ということで、ちょっとまあいい女、なんかその本当イメージね、イメージだけどいい女の人じゃなくかき上げみたい なんかそういうイメージがあったので、ちょっと前髪を分けてみたよっていう、まあ、そういうけなげさもポイントに加算してくれたら嬉しいなって思ってます。はいはいはい。ということで、まあ、私は今から編集の方を進めていきたいと思います。皆さんぜひ投票の方よろしくお願いします。で、あとエアちゃんにこの私が今歌ったハッピーバースデーの歌が届くように、もし可能でしたらエアちゃんに動画切り抜いて送ってあげてください。よろしくお願いします。それではまた次回何かやってほしい選手権ありましたらぜひ教えてください。おやすみなさい。これ終わったら忘れない。これ終わったら忘れないでしょ。